9月29日から始まった戦祭り、片側は武力プラス1知力プラス2最大兵力プラス10、もう一方はコスト10式上昇速度上昇。最大兵力の上がりということは新宮行きへの出番、知力依存の高い侍の高齢戦。ちょうどいい、君をいただいてしまおう。悲しい、どけ貴様、名を名乗る。待ち数はどこ行った。どけ、お前よ。どけ！おらよ！失格者！どけ！
放て！発射！電気ガイド！戦の先には再生が待っておるぞ。どけ！うっしゃ！放て！どけ！うっしゃ！くそ！ヨハ、発動！ミノカタ！今はがむしゃらに戦うっきゃねえ！うっきゃ！放て！ランってのは生きるための戦いだ！切られる時が来たか。今はがむしゃらに戦うっきゃねえ！待ち風はどこ行った？放て！命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。どけ！逃げろ逃げろ！うわよ！どけ！俺の首はやらん。手荒い歓迎ね。頃合いだな。最大兵力の増えた神宮は強い。今回は2試合やるよ。死ぬと思うたか。行くぞ。うわよ。どけ。死ね。うわよ。行くぞ。どけ。ランってのは生きるための戦いだ。逃げるの勝ちって。行くぞ。消えろ。死ね。消えろ。うわよ。やめろ。行くぞ。こんな消えろ。よ、消えろ。流派発動。ミノカタ。消
一つに攻めるんだ。バカな。消えろ。運だけは強いんだな。この間な。一の型。行くぞ。どけ。主に侍、敵を斬る。消えろ。ほらよ。気高く堂々と勝利へ爆心せよ。一戦機解放。その先には再生が待っておるぞ。流派発動。三の方。ほらよ。飛ばしやがって死んでも知らねえぞ。行くぞ。ほらよ。消えろ。バカな。やめろ。死んでくれ。ほらよ。ここは京都、すなわち天から。気を見せた者から消されるぜ。